スルーしないですよ、週休学まで買ってそのスパチャまでしてくれた、全部の手順踏んでねやってくれたわけだから。あ、それで言うと俺今日紹介しようと思ってたんだ、みんなちょっとごめんね、あのアーセナルの試合中で今日シュアホ東京見に来てくれた作一さんっていう漫画家の方が書いてくれたんですよねありがとうございますね、ありがとうございます。行きましょう。嬉しいですね、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。どっかに置いときたいけど。いや違うと思うんですけどね、そのハロルド作一さんと顔が違うんで、多分尊敬しててペンネームを拝借者が、ちょっと見てたらコメントください。さあ、あ、作一さとみさんありがとうございます。今日はありがとうございました。このね、これ書いていただいた方ありがとうございます。こちら、そう、僕はゴリラマンのハロルド作一先生ではありません、漫画家志望の田畑のおじさんです。これからも応援してます。皆さんもシュアを見に行きましょう。ありがとうございます。本当なんで今日はね、新しい戦術に取り組んだ選手たちを見てくださって、いやでもめっちゃ、うん、頑張ってくれたけど、まあ今日ぐらいででも褒めちゃいけないでしょうね、監督は。もっとやれますね、うちの選手たち。いや本当ありがとうございます。大事にさせていただきます。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。